ギジェルモ・バレラ・オリベラ、ギジェルモ・バレラ・オリベラ、ローカル発音、アイ・アーモ・ベータ・エー、エラ・オリ、ベータ・イーレ、1993年3月24日帯は、ウルグアイの首都、モンテビデオ出身のサッカー選手。ロシアプレミアリーグ FC ディナモ・モスクワ所属。元ウルグアイ代表。ポジションはディフェンダー。バレラは、モンテビデオで生まれ、地元のペニャロールでキャリアをスタートした。 2011年6月5日に行われたプリメーラディビシオン最終節のラシンクラブでモンテビデオ戦でトップチームデビューを果たしたがチームは0から1でホームゲームを落とした2013年5月南米ユース選手権で高パフォーマンスを披露したバレラはマンチェスターユナイテッドで2週間にわたるトライアルに参加することになった6月7日にマンチェスターユナイテッドは バレラの遺跡について、推定280万ユーロの遺跡金でペニャロールと合意したことを発表した。バレラはデイビッド・モイーズ監督がユナイテッドで初めて獲得した選手となり、6月11日に5年間の契約を結んだ。レアル・マドリード・カスティージャへ期限付き遺跡2014年9月、バレラはレアル・マドリードのリザーブチームであるレアル・マドリード・カスティージャへ シーズン終了までの期限付き遺跡で加入することになった。UEFA チャンピオンズリーグ2014から15にはメンバー登録され28番の背番号を与えられた。リーグ戦では33試合に出場し2015年2月21日に行われたバラカルド戦でマルティン・グデゴールのアシストから西軍ダ・ディビシオン B の試合における唯一のゴールを記録している。 マンチェスターユナイテッド復帰マンチェスターユナイテッドに復帰したバレラは UEFA チャンピオンズリーグ2015から16のグループステージにおけるメンバーに登録された。2015年12月5日に行われたプレミアリーグのウエストハムユナイテッド戦でパディマクネアとハーフタイムに交代で出場しデビューを果たした。12月8日に行われた。 UEFA チャンピオンズリーグのボルフスブルク戦にフル出場し、チャンピオンズリーグデビューも果たしたが、チームは2から3で敗れ、グループステージ敗退が決定した。フランクフルトへと期限付き遺跡2016年夏の遺跡史上で、ドイツブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトへの期限付き遺跡が発表された。期間は1年間。フランクフルトでは、足首人体断裂の影響もあり、 わずか7試合の出場に止まり、DFB ポカール2016から2017、決勝戦を前に、右前腕に入れ墨を入れたことで感染症にかかったことに、チームの激凛に触れ、当初の予定より早く即日での契約解除となった。2017年8月12日、フルス・ペニャロールへ完全移籍したことが発表された。2018年12月20日、 デンマークスーペルリーガの FC コペンハーゲンへ移籍した。2シーズン在籍し、公式戦53試合に出場した。2020年10月17日、ロシアプレミアリーグの FC ディナモモスクワへの期限付き移籍が発表された。期間は2020から21シーズンまで。公式戦19試合に出場し、シーズン終了後の2021年7月17日、 ディナム・モスクワへ完全移籍したことが発表された。契約期間は2024年6月30日までの2年間。2013FIFAU-20 ワールドカップに出場し、準優勝を経験している。2017年11月10日、ポーランド代表との親善試合でフル代表デビュー。この試合は、スコアレスドローに終わったものの、デビュー戦にもかかわらず9大点の出来を見せ、 ウルグアイ代表史上最多出場記録の保持者であるマキシミリアーノ・ペレーラから定位置を奪い取った。2018年5月 2018FIFA ワールドカップに向けた暫定登録メンバー26人の一人に選ばれた。ありがとうございます。